フレアスクールボリューム2-3、皆さんお待たせしてます、YouTube の方でもね、ジニーさんのフレアスクールもう7万ヒットありがとうございますすごい7万すごい7万すごいですね。あの外人のコメントにもすごいっていうコメントがたくさん入ってます。そんな、フレアスクールですけども、今回ですね、ボリューム2-3ということで、2というのは、ボリューム1はですね、ワンボトル、ボリューム2というのはですね、ワンボトルワンティーン、より実践的な、フレアを皆さんに教えていっております。でですね、フレアといったら欠かせないのはこちらのティーン、こちらのティーンなんですけどもこちらのティーンなんですけどもあのこのまま注いだり入れちゃったりいろいろするんですね。でですね、フレアが始まると必ずこのティーンを操作します。いろんな形で操作していくんですけども、ただティーンを取るだけじゃかっこ悪いので、いろんなティーンのスタートの仕方を今回は勉強してみよう。いきます。じゃあまずですね、一番オーソドックスなアームロールスタート、よくみんなやりますね。ティンを取ります。で、利き手にスイッチ、そしてこっちに回転をかけます。これね、こう、こっち側にこうすると回転がかかりますんで、そのまま、いきます。はい、このままこっち側に転がしていきます。こうね、じゃあスローでどうぞ。これスロー、今スローになってます、はい、まずこちらのアームロールスタート、でこれができるようになりましたら、応用一ついきます。応用一ついきます。こちらのアームロールの途中に腕を畳んじゃいましょう。腕を畳んで止めちゃいましょう。止めたらここから引き上げます。いいですか、引き上げます。そしてこの間にボトルを取ってとかいいんじゃないですか、いいんじゃないですかありがとうございます。で次ですね、よくあるビハインザヘッド、ビハインザヘッドスタート、こちらですね、ティーンを上から取ります。でここに向かって、まず最初はフィリップなし、フィリップなし、フィリップなしいいですか。でフィリップなしに慣れてきたら、今度はフィリップあり、フィリッパリ、フィリッパリいいですか。で上級者になればできるだけ長い距離を片手でいきましょう行きましょうね。あの名古屋の某タトゥーラの皆さんとかは某タトゥーラの皆さんとかは必ずスタートをこんな感じで、すごいすごい長い距離をすごい長い距離をこういきますね。でもおすすめは両手ですね。こちらの両手で押さえちゃいましょう。拾っといてすごいことすごいことになってます。金がすごいことになってます、こちらのね、添え手を、すいませんすいませんすいません、添え手をつけましょう。これあの結構上手い選手のね、何これ、何これ何これ上手い選手もこう両手で
取る人も結構います。僕の尊敬するね、あのミス選手とかも一応結構両手で行く時は結構あります。おすすめは両手です。いいですか、両手でスタートしてそのままあの5辺上げて前から5辺なんて、どうすかどうすか、はい、はい、ありがとうございます。で、最後ですね、これが簡単なやつなんですけども、右でも左でもいいんですけども、こちら、サムロールアップという技があります。こちら親指を軸にしてひっくり返しちゃう、ひっくり返しちゃう。でこれを使って握ってから引きながらサムロール、チェックチェック、引きながらサムロール、いいですか、引きながらサムロール、右手でも引きながらサムロール引きながらサムロール、もう一回引きながらサムロールで引いてください。引きながらサムロール引きながらサムロールスタート。かっこいいんじゃないですか、かっこいいじゃないですか。でですね、今回は特別に、僕のお弟子さん、フレア歴1ヶ月の2人に、2人を来させています。2人を来させています。でそのね、あのフレア歴1ヶ月の2人もよく練習しているみたいだから、ちょっとやってみるか。はいな、はい、じゃあ、弟子ナンバーワン、ヒロシ